平等院。今から報道の中にご案内させていただきます。中ではお飲み物とか。中では撮影とか、はい、今雨降ってます。国宝ですよ、国宝で、中は写真禁止なので最後まあね、明日すぐ暑いって言うからさ。ここからね、年前突如そのままで拝見しました。でこれ十円玉の、行動です。十円玉水田がすごい綺麗に咲いてる。中は写真撮影不可で、ハスの花のガラス製の花器を買いました。剣山月1500円。昨日は観音鏡を山で買いました。結構いろんなお土産買っちゃいますね、仏教関係の。私仏教徒です。完全に読めますよ。不干鬼之性老而月立，公之举而兵也。年纪百五，亦以老矣。而谈欲依曹瞒而成天下之大事，而不曾察其奸及其二国公九次，而后国焉。沉以忧死，公之于政海也。其事亦由之，以毁著人口与治之战功而老矣。又能射无虚发，应。それ多分日本人わからないけど、中国人の方がよく知ってるかもしれない。広東語で読むと完璧です。さっき読んでたのはこの方の碑の実績を書いてる碑です。何をやってた。でお墓ここにあるんですね。お墓はここです。これ200歳の富士の花。今花咲いてないけど、雨降ってるけど、これちっちゃい島は立花島。富士川の徳橋。この島細い。あ、赤い橋がある、そこ。神社。富士神社。かっこいい。
氏神社から出た氏神神社。さあ、わらび。これ石なんだって。お、東先生いる。なんだろうこれ。わからない。現地の。この緑色綺麗。世界遺産。何も見えない。本殿だって。石の上に壁。屋根上も。屋根上植物生えてる。鎌倉時代。屋根が。こっちの方がよく見える。裏から。蔵。光景がすごい。これすごい素敵。ふわふわ。少し山登り展望台あるみたいなんですよ。ちょっと待って、なんかあるんでしょ。この辺の3つは全部行きました。大吉山13本。ああ、現地物語ミュージアム行くかな。3本。山は？山も登りたい。シーの木。お、この木でも影がいっぱい。やっぱり現地物語ミュージアムよりは山登りです。今ランチ食べたばっかりだし登ります。真っ白の靴で来たからははは、なんか汚れちゃう。大吉山の展望台です。宇治どこかの方向。うちごし平等いね。楽しみ。はい。わからない。ほら、から入ってきた。図書室あるんだ。図書室。木があります。
正面から綺麗なお山。これ大きな釜、昔の少年食堂で今その人間いないみたいです。大きいね。大きい。写真最高です。気持ちいい。お茶入れますよ。この髪は最高で、ここでちょっと座禅して、素敵、靴履き替えてお庭で散歩する。すごい、お、カエルの音。カエル、カエル、ゴワゴワ、カエル動かない、動かない、ね、失礼します。素敵。トンボ、トンボ、青いトンボだ。青いのは珍しい。ここに井戸がある。おー、すごい椅子、立ち入り禁止。大きいね、この椅子、超大きい。立ち入り禁止だって。日本の建物を落として、ここも可能。ここも木橋がある。山から降りたから、この山道では歩いてなかった。この山道から降りたら川辺ですよね、吊り橋があるみたい。すごい、影がいっぱい。釣り橋と亀石って、これのことですよね。
確かに海亀みたい。これですよね。ああ、この先ですね。あと9分歩く。よし。この川すごい水が急で、さっき渡ってきた吊り橋で、ここから歩いて戻る。ダムはもう行きません。ああ、だから水がすごい急なんですね。行動中だから。神社、戻る。ここに戻ってきて、市営キャストに行きたいから茶飲んだら戻ります。ここです、市営キャスト。100,000円の貸し付き。アイスクリーム、アイスクリームって何だろう。ちょっとここほうじ茶、ほうじ茶、この道ほうじ茶の匂いがする。抹茶じゃなくて。你要哪里拍照？抹茶ラーメンだよ。抹茶ラーメン。抹茶味のラーメンで餃子も。これ風呂敷の専門店。ホテルの V とか。歩きながら食べる。お抹茶のおしっけ。